どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、パズドラ最新情報を話していこうと思います。はい、今回ですね、こちら、パズドラバトルにて、パズドラ連動に、ダンジョン、奇跡の神殿、超ボルケノドラゴンと、モンスター、潜在玉だら悪解放を追加。さらに、レア潜在玉だららしの必要ドロップ数を、150個から100個に変化させてましたということでですね、いろいろ調整入っております。実際に見ていこうと思います。いきましょう。まずはですね、こちら、ボルケンドラゴンがなんとパズドラレーダーに追加されました。ただね、あ、パズドラバトルか、バトルに追加されました。ただちょっと本当に、まあ、まずレア潜在タムダララッシュね、100個になってすごいいいですよね。まあ20メダルの価値が少し落ちてきてるので、まあそれに合わせてって感じですね。そして最近ね、もう本当いろんな編成で使われているボルケンドラゴンなんですが、今現在ですね、ゼロ次元で簡単に入手ができます。ただゼロ次元ね、クリアできない人もいると思うんですよ。そういう人はですね、ぜひパズドラバトルを使ってほしいんですが、ただ値段が20メダル500個、虹ドロップ500なんですよ。で、虹ドロップ500っていうのがどんぐらいかっていうのをちょっと伝えたいんで、ちょっとパズドラバトルいきますね。さあ、ということでちょっと虹ドロップの価値をね、紹介します。現在僕0個なんですけど、今まあ一旦ね、とりあえずこんな感じでやりますけど、虹ドロップはですね、このパズドラパスをね、買ってる前提で、これを買ってる前提で話しますけど、まあドロップ数 1.5 倍前提で、だいたいこの10万コインが5000円なんで、これを5000円でかつ500個使って、こんな感じで虹ドロップゲットするチャンスがあるんですね。虹ドロップってそうだから、だいたい5000円で200回だから、1回20円とか、だいたい1回20円で、で運が良かったらこれで虹ドロップが出るって感じなので、まず基本的にこのリフレッシュとかサーチとかで虹ドロップ集めるのは結構コツ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 って感じ。そんなめちゃめちゃすぐには集まんないけど、まあ地道にやっていけば上がるよってぐらいの感じなんですね。で、ただこれのきついところは、本当に毎日やるしか課金以外でゲットする方法がないから結構しんどいと。で、その救済のためにこちらが今あるんですね。現在こちら虹ドロップ3個確定のサーチが出てるんですよ。で、これ広告見る必要があるんですけど、そうで、広告を全部見てあげるとこんな感じで今サーチがゲットできて、虹ドロップが3個確定出現するんですね。で、パズドラのバトルってこうやってちゃんとドロップをつなげて消していくと、この1個だけ追加で取れるので、まあ、1サーチで虹ドロップが4個もらえます。で、4個もらえて今現在8回視聴できるので、ってことは、まあ、マックスが今1日32個なんですね。それプラス、まあ、このリフレッシュの方でゲットできるぐらいの感じなわけですよ。つまり500個っていうのは大体なんですけど、32なんで、まあ500割る30にしてあげると15余り20ですか。大体まあ広告を毎日全部見たとしてですよ、毎日全部の広告を見たとして16日ぐらいはかかるという感じになります。はい、なので断じて楽にすぐ集まるものではないとは思うんですが、まあ、その代わりゼロ次元をクリアできない人もボルケーノをゲットできるっていう、まあ、いわゆる救済処置的な感じになるかなと思います。まあ、あとは毎日地道にドロップ集めてる人とかはもう2500あると思うんで、ぜひ今すぐゲットしてください。なので入手自体が簡単っていうわけではないんですが、まあ、一応ボルケーノどうしてもゼロ次元勝てない人はここで取ることができます。個人的にはゼロ次元ね、もう今となってはそんなに難しいダンジョンではないので、ゼロ次元周回してあげる方がいいとは思いますが、確かに実際ね、ゼロ次元の周回編成ってなると結構難しいですからね、新規の人とかはね特に。なので、まあ最近始めた人にこんなことやるっていうの申し訳ないんですけど、全く面白い、まあ、地道な作業をね、毎日やり続けて、ぜひね、ゲットしてください。まあ、大体16日なんで、ちょっとかかりますけどね、今からやっても10月ぐらいまでにはゲットできると思うんで、ぜひ、このボルケーノね、ゲットしてください。相当優秀なサブになると思いますし、運営がこれ追加するってことは、なおさらね、ボルケーノこれから大事なキャラになってくると思いますので、必ずゲットしてください。悪解放は14枚ずつです。14個ずつですね。まあ、ぼちぼちぐらいかな。めっちゃ安いわけじゃないし、超高いわけでもないかな。で、高えよ。高いけど、神経の人とかだったら、まあまあ普通にこのぐらいだったらって感じではあるかな。まあボルケーノ余った人はね、ぜひよかったらこれとか加工してあげてください。結構僕の友達とかでもね、やっぱり
ブラシラ買ってる人からしたら枠解放なんて普通にあると思うんですけど、やっぱりね全然枠解放ない友達多くて、で入手手段もないから、枠解放ないから、例えばワンピースとかでね枠解放めっちゃ欲しいじゃないですか。枠解放ないから潜在6枠までしかつけれねえわみたいなもん結構いたので、そういう人はまあねぜひねこちらゲットしてもらえればいいんじゃないかなと思います。あのね確かに裏修羅集会もね、今となっては簡単とはいえでもやっぱり難易度ね、新規からとなれば結構大変ですからね。まあまあワンピースがでも破壊してはいるけどね。でっていう感じになっています。そしてもう一つ今回情報があります。はい、ボルケーノがゲットできるようになりますよっていう情報と、神がかってるこのこれモンスター交換所でイベントメダル黒がまずイベントメダル25枚に変換可能ができます。変換可能になりました。ちょっと眠くて日本語おかしいですけど、なので今まで黒メダルをねめちゃくちゃ交換しちゃって残してた人とか、あとそもそも黒メダル余ってる人はこれから20メダル交換で余裕を持ってね20メダルをゲットすることができるようになりました。かなりでかい。さらにイベントメダル20は潜在玉の落下予報との交換が可能になりました。何より黒メダルを20に変えれるのがめっちゃでかいよね。俺普通に黒メダル使い道ないからもうゼットンと交換しちゃったんだよな。ゼットンなんか取らなきゃよかった。俺ゼットン5体取ったんですよね。絶対3ぐらいでよかったからすげえもったいないんですけど、まあ、でもこれで20メダルがねすごい簡単にゲットできるようになっております。はい、モンスター交換所からね強化のところを押してもらえるとこちらイベントメダル25枚でねゲットできます。ただまあさすがに僕もちょっと黒メダル無駄遣いをしたくないのでそんなに交換することはないかな。イベントメダル枯渇したら交換するかもしれない。無理な交換は NG な。あくまでどうしても20メダルが欲しい場合に交換するか考えてください。あとはおまけでこちら潜在玉だら悪解放が20メダル1枚で交換できるようになりました。あのはっきり言ってこんなん交換するやつ全員バカなんで基本的に交換してほしくないです。これ交換するんだったらパズドラバトル開いて普通にドロップ集めてくれた方が絶対にいいので、毎日地道にねパズドラバトル頑張ってほしいんですが、まあよほど20メダル有り余っててどうしても悪解放欲しいっていう場面があったら交換してください。だこっちはなかなか本当にぼったくりで、正直これはねもうパズドラユーザーに聞いたらね 98% の人はぼったくりって言うと思います。 2% は逆張り野郎なので、まあ基本的に絶対にねこれは交換しないようにしておきましょう。パズバトで交換した方がいいですっていう感じですかね。このでもさ黒メダルから20メダルさ実装するまでだいぶかかったよな。20メダル実装ってだいぶ前でしょ。もう1年とか2年とか前じゃん。でずっと黒メダルが実装されてからもう20メダルに交換することができなかったのよ。で逆にね20メダルから黒メダルはできたのに黒メダルから20メダルは全くできんかったよね。でもやっと運営がねついにね20メダル交換できるようにしてくれたから、これはねなかなか久々の神アップデートですね。運営にとってデメリットも多いと思うんでこれはありがたかった。まあぜひねこれらの情報を押さえてねパズドラライフ頑張っていきましょう。じゃあ眠いんで動画終わります。ご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価お願いします。バイバイ。